回箱に行ってましたね。あ、そうですね。もうだいぶ何でもやっていこうっていう感じなんですか。まあ後ろの人がもう箱行けって言ったらもう行く感じで、はい、従って、はい、言わなかったらまあ縦勝負。ああ、縦勝負。じゃあ基本的には縦で行って。まあそうですね、あんまり行きたくないんで。ああ、なるべく。でも後ろの人が言われたらもうしゃあないです。しゃあない。縦でもあんまりもうあれでしょ、長い距離は。そうですね、うん、すごいですね。じゃあもう勝負権しっかり取って、そこから、ね、あのまあ、マクリオイドみたいな感じになるんですけど、うん、そんな感じで、ね、じゃああんまり自分の意思でもバンっていったりとかあんまりしないですか。なかなかやってないですね。あ、そうなんですか、はい、なんかイメージ的にできそうだなっていう感じはするんですか。おやじさんがおやじさんに出てくる。まだ勉強勉強中。はい、まあ、しっかりと、はい、ね、まあ、どちらも後手は踏まんようにって感じ。まあそうですね、そんな感じですね。後手は絶対踏まんように、はい、分かりました。もう1、2、3戦、何ヶ月、9ヶ月ぐらい、だいぶ、どうですか。慣れてきたっていうよりはやっぱりもう自分の力が全然ないなっていう実感ぐらいです。周りが強い。すごい、持ち前の器用さと素早さと頑張ってもらいました。はい。